菊川南三笹高等学校は、静岡県菊川市加藤にある、私立高等学校である。開校時の校名は、国際海洋高等学校、1997年度より、国際海洋第一高等学校、2011年に現校名となった。岩木信子が理事長を務める、学校法人国際海洋学園により、1985年に、 設立され、岩木が校長を務めた。全寮制の24時間教育を謳ったが、1995年以降生徒数が減少して、経営難に陥り、不明朗な会計も発覚するなどして2010年3月に岩木が退任したのを機に体制を一新し、教育内容も見直した。2018年現在は、小野久子が法人理事長、菊池伸行が名誉理事長、 後藤正則が校長を務めている。2020年12月17日、2021年春の生徒の募集を停止すると発表した。なお、2020年12月21日現在、学校の公式 HP ではこの情報は掲載されていない。国際関与第一高等学校は教育方針として全寮制、国際教育、 夜間学習の推進を掲げていた。ジョージ・ブッシュ大統領など世界で活躍する多くの指導者は全寮制出身ととき魅力ある人格形成に役立つとして全寮制を採用していた。2007年当時定員480名に対し生徒数は133名という環境であったため少人数での学習が可能で全国私立寮制学校協議会に加盟し、 少人数制と善良制の特色を生かし、夜間学習を積極的に推進していた。寮での食事は、素食を旨としており、一例としては、朝食は、ご飯と味噌汁に、肉団子二つのみ、昼食は食パンとジャムのみ、といったメニューであることから、マスコミからも注目されていた。菊川南三笹高等学校への公明変更を、木に、絆を実感できる。 落校生活などをうたった新たな教育方針を打ち出した。また、教育方針だけでなく、参加上から構成される、教育理念ならぬ、共育理念と同じく参加上から構成される、社会的存在意義を制定した。国際海洋第一高等学校の特色の一つであった、全寮制を見直し、寮自体は維持しつつも通学生も受け入れることとなった。 2018年現在では、学生寮での生活も以前とは別物となり、食事も土日を含む朝昼夜と3食が提供されている。静岡県菊川市鹿島5442の後、交渉国際海洋第一高等学校の交渉は21の波が丸く、船を囲む図案となっている。波の数は21世紀を意味しており、園内の3本の線は真理、審議。 信頼、尊敬を表している。その後、菊川南三笹高等学校への校名変更を、機に、新たな交渉が制定された。国際関与、第一高等学校当時は、2階、年広、小沢達夫らを講師として招き、生徒に講話を聞かせる、講演会を開いていた。著名な教職員出身者、ありがとうございます。